なぜマイナスを引くとプラスを足すことになるのか説明しましまょうプラス3引くマイナス4がプラス3足すプラス4に変わるのはなぜかということです。自分のお子さんに説明したり自分が子供ができた時に説明できるといいですよね。いくつか例を挙げながら説明しましょう。1番「プラス3足すプラス4」。 式を言葉に直すと、プラス三に足す、プラス四を、ということになります。ここでのテーマは過方ですから。そう、この足すというのは、加えるというふうに言い換えればいいでしょうか。よって、プラス三っていう数が最初にあります。ゼロがここですね。それに、プラス四を加えればいいんですから。 数直線の大きくなる方向にプラス四加えればいいわけです。よって出てくる答えはプラスの七になると。加法ということを意識して式を言葉で表してやります。丸二番に行きましょう。マイナス三足すプラス四。この計算を言葉で表すと、マイナス三に加えるプラス四。 とということですねさあイメージするとマイナス3ってのが0がここにあってマイナス3があってスタートしてそして加えてくださいねプラスの4をということになりますするとどこにいるか大丈夫ですねここはプラスの1にいますこれが答えですここまでいいででしょうかでは3番に行きます。を考えます。 言葉に直しましょうプラス3に加えるマイナス4をとなりますよねここで一つ思い出してほしいことがあります正の数負の数は反対の性質を持つだから加えるマイナス4を,を言い換えればいいんです反対にすると減らす プラス4をとなりますよねこれだったらイメージは容易にできるんでないでしょうか0からプラス +3 そこから減らすプラス +4 をですから減らすと言われたらこっちに進むはずですよねプラス +4 を減らしてやりましょう答えはマイナスの1が出てきますこの正の数負の数は反対の性質を持つことを使うとどんな計算も 自分なりに言い換えてやることができますすごく大事な性質ですね次に行きましょうこれを考えます言い換えると「マイナス3に加えるマイナス4を」反対の性質を持つから言い換えて「減らすプラス +4 を」になりますよねイメージを書いてみると0から マイナス三というところをスタートして減らすプラス四をよってプラス四減らしてやりましょう。答えはマイナスの七になるはずです。実はここにマイナスを引くときのコツが隠れています。ついに引くマイナスの話に行きましょう。プラス三引くマイナス四。 これも同じく言葉に置き換えましょう。もう皆さんならできるはずです。プラス3に減らすマイナス4をという風になりますよね。ここで政府の数は反対の性質を持つ。このことを使って言い換えます。加えるプラス4をに変わりますよね。プラス3加えるプラス4をという風に 式が書き換わることが分かりこれより答えはプラス7と分かるわけですまとめると正の数負の数は反対の性質を持つことを利用して減らすマイナス4をを加えるプラス4をというように言い換えてやることで引くマイナスが足すプラスへと変えてやることが でできるわけです最後にまとめると正の数負の数は反対の性質を持つためマイナスを減らす引くことはプラスを加えることと同じである。というように説明をしてやることができます。